さあ、ということで本日もやってまいりました古原エセスタティビオ。はい、今回はですね、急遽カメラを回しております。今回のですね、ゲストはこちらの方々です。どうぞー、どうぞー、どうも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 、はい、トリオでやらせてもらってます、ラフリベンジャーズと申します。はい、よろしくお願いします。いやいや、一人めちゃめちゃ見覚えあるんだけど。え、トリオでね、ラフリベンジャーズの、どう見ても吉本の方じゃないですか。ラフリベンジャーズチャンネルにはいつもお世話になってます、古原康久テレビもお世話になってます、高橋英樹です。高橋英樹、あ、いいんじゃないですか。高橋そういうしかないんだよ。雑すぎるぞ。高橋よくやるじゃないですか。アーティストやぞ。アイーンってやるじゃん、高橋さん。高橋さん、アイーンやりましょう。やんね、アイーン。俺これ大好きなんだよ。本当にクオリティ高いアイーンが出ましたね。我々のハードルが上がってくんで。なぜ急遽カメラ回してるかっていうと、実はめちゃイケでもね、有名なこちらのさんちゃん、さんちゃんがですね、なんと特撮を作りましたよ。そちらの方を紹介してもらいたいと思います。じゃあどうぞ。あ、いいですか。僕がなんか借金300万円をして、はい、本気で特撮番組を作るっていう企画をやらせてもらったんですよ。でも出演者の方にも、もうそれこそ先輩 の、 もう大先輩の牛レンジャーの和田さんとか、原田パイセンとか、銀河マンのピンクの宮川さんとか、もういろんな方、そういうことウルトラマンガイアの吉岡さんとか、仮面ライダーディケイドの井上さんであったり、キューレンジャーの榊原さん、カジキイエロー、カジキイエロー榊原さん、地球戦隊ファイブマンのファイブブルーの新タッチ屋さんに、ウルトラマン Z 主演の、夏川春樹を演じてくれた平野浩秀君、で大怪獣バトルで主演を演じてくれたレイを演じてた南翔太さん、翔太君、でこの高橋英樹さんが、なんと劇中の挿入歌を歌っていただいてという、はい、もうちゃんとした特撮です。すごいよね、だからね、そうそうたるメンバーを、まあ、集めたその特撮を今ちょうどオーディオコメンタリーが終わったところなんでございますね。そうです、はい、僕たちのチャンネルで、はい、まずそのね、見ていただくところまでは撮って、はい、もう古原さんのもうちょっと気な計らいで、はい、それだったら後編は、はい、気に流そうと、こっちでも、はい、特撮のね、ファンの方も見てくれてる方多いから、はい、どうっていうので、はい、もう僕すぐにやりましょう。お気づきだと思うんですけど、我々ゲストのチャンネルに出るときだけオンオフがすぐ変わるから前編は、はい、ラフリベンジャーズさんの方の動画を見てください、はい、でこちらはですね、後編になるんですけれども、はい、後編じゃあどういうふうな流れかといいますとですね、でさんちゃんの方がちょっと説明してもらおうかな。はい、前編ではそのお笑いバーの本編を古原さんと、で、まあ、途中から、ね、シークレットゲストとして、はい、高橋さんも来てくれたんですけども、もう30分の作品を丸々見ました、はいはいはい、でそれの感想を、はい、古原さんにいろいろああだこうだ言ってもらおうというのが今から始まるチャンネルの内容でございます。はい、そうなんです。俺たちもおバカ戦隊だったりするし、やっぱ、ね、お笑い場もちょっとおバカな部分多かったですね。だからおバカヒーロー、はいはいはい、だからね、本当に笑いある涙あり感動ありみたいな、本当にそれが伝わってる感じ。そうそうそう、ゴーンジャーももちろんね、すごい正義の味方してたんですけど、はいはい、ゴーンジャーってザ王道だと思うんですよ。あ、そうですね、分かりやすい、もう太陽みたいなやつがもう突っ走って小細工なしで乗り越えていく、もう前に進むしかねえんだ俺はっつって自分のやり方だけで乗り越えていく。ただね、お笑いバーってその主人公の子がネガティブでちょっと弱い部分があるから、はいはい、多分普通の方が共感しやすいんですよ、そういった意味では、はい、そうだからそういった意味でお笑いバーはすごいいろんな方の共感を呼ぶんじゃないかなって今公開前に思ってます。ちょっと1回しか見たよね、コメントが達者すぎませんか。だから古田さんめっちゃ喋るから多分内容入ってないと思うんですけど、いやいやいや、めっちゃ見てくれてますから、ちゃんと見てます、あとコインね、コインよかった、クロワッサンではなかったぞ。いや、クロワッサンに関しては案内者いない。まずあんなところで、あんなでかいクロワッサンをもうちょっとちっちゃい、もう多分ランチパックくらい。ランチパックです。6月14日皆さん、キーワードはクロワッサン。キーワードは大きなクロワッサン。どのシーンかは皆さんの目でお確かめください。ある意味一番細かく見てるかもしれない。さんちゃん
の演技はどうでした？あ、サンちゃんってところで本当になんだろうな、すごいグッとくるものありましたよ。やっぱり、いや俺だってできないよみたいな感じのネガティブなところから、うおーって立ち上がるところ、でラフパワーを受けて強くなっていくっていうのは、これはもうヒーローの、まあ、王道神髄なんで、やっぱそこはちゃんとなんだろう描かれていて、それこそサンちゃんのキャラだから、なんか弱くなった時が、弱くなったこの下から上がりが強いですよ。俺がここになってから上に上がるよりもサンちゃんがこのさらに下から上がるからより感動するんですよ、こうやって、リアリティがすごいあるよね。そう、こうサンちゃんの話でもあるっていう、ね、だって僕あそこの涙あれですか、本当にね、いろんなこと思い出したんですよ、あそこ本当に泣いちゃったんですよ、本当に撮影中に、もうこの撮影が大変すぎて、もうやっぱ僕準備から全部やってたんです、そのプロデューサー的なことも全部やってたんで、だから本当出演者のスケジュールとかも僕全部管理したり、当日もね、僕めっちゃ怒ってましたもんね、めちゃくちゃ怒られてた、どんどん憎悪が溜まってるで、なんかもうなんか、で監督さんからもうなんか全部感情ぶつけてみたいな感じの時に、もうなんかいろんなこと、そういうことめっちゃ影響を卒業になった時とか、この大変だった時、コロナ仕事なくなった時とか、もう全部思い出したら、もう自然と涙が出てきたんですよ。なるほどね。ちょっとピリピリした現場ではあったよね。あの瞬間だけはね。いやーでも大変な現場だったのやっぱ伺いますね、これやっぱすごい制作費もね少ない中、やっぱり日数とかも多分すごいタイトだったと思うんで、2日です。うわきつい。だから声のパートだと3日なんですけど、だからロックホームを入れたら3日なんですけど、ドラマパートは1日で撮って、あの特撮パートも全部1日で撮って、あと声も1日で撮ったんで合計3日。いや、ちょっと待って、あれさ、合成のパターンはあれどうやって撮ってるんですか？あれ後ろグリーンバックやってるんですかね？後ろグリーンバックです。ああ、やっぱそのその2日目の撮影の時にもう夜のカットもなかったんで、夜からは別のスタジオを借りて、そこにグリーンバックバーン引いて、あの剣とかそのヒーローとかをそこに撮って、なるほどね。だから本当にあの監督さんがもうプロのウルトラマンとかを撮った監督さんなので、はいはいはい、あれ誰ですか？富田監督です。富田監督。だから戦隊にも入ってて、暴れんとか、デカレンの時に助監督で入ってた人で。はい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 、なるほど。いやでも面白かったし、やっぱ細かいところがちゃんと設定とかも手にね、あのお笑いでこのツッコミで倒すね、見てくれてる。最初あとは剣は本当そうですね、あの最初の文字が何でも切れるって書いてあるんですよ、でも必殺がする時だけあの文字が何でや剣に変わるんですよ。なるほどね。それもちゃんとあのデザイナーの方と相談して、お笑いの剣だからっていうので、で剣先が手のこうツッコミになって、はいはい、最後はもうツッコミで倒すから切りかかるじゃなくて、こう、ね、平手打ちみたいな感じなんですよ。だからこれってなんかワンだけじゃちょっともったいないと思いますよね。おお、ね、全然なんだろう、続編とかもいけると思いますし、はい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 、なんかだからそういった意味ではやった方がいいんじゃないですか。またちょっとね、ちょっと僕あのもしなんですけども、もしこれね、お笑いバー2ね、あのまあもしだからいつかね、なんか作れるとかっていうことが決まった時には、はい、ね、古川さんにね、ちょっと出る。ああ、ね、出ていく。出る。取った。取った。出たいって思える作品だった。これ。サンちゃんのやっぱ昔のね、そのやっぱこととか、やっぱそういったところを乗り越えていったみたいなところで、多分そうやって成長していく作品でもあると思うんですよ、これって。ああ。だから作品とともにサンちゃんが成長していく姿とかも多分ファンの人は見たいと思うし。大丈夫か？成長か？成長させてくださいよ。だからなんかそのうちの一つのピースになりたいっていうふうにやっぱ今思えた作品でもあったんで、だからただね、一個だけすごい懸念があるのは、はい、あのね、みんなをすごいね、贅沢使いすぎるんですよ。もし僕が古原さんにオファーっていうか出てもらうなってだったら、一緒に漫才ですね。漫才って言ってたかもしれないですね。いやいやいや、もう全然あの役が一番ついてる。いやいやいや、これさ、お笑いバーなんか、まあ、敵今2人とお笑いバー1じゃないですか、はいはい、なんかここら辺ってもっと増えたりとかするんですか？ちなみに今後のなんかそういうあれとかで言ったら、いや僕はもうね、はい、お笑いバーもし続編があるとしたらいろいろ考えてますよ。おしかも6月10日他には、はい、僕哲夫さんに言ってたじゃないですか、はい、僕がファイナルライブツアーをやるって言ってるんですよ。6月14日に吉本無限大ホールでファイナルライブツアーをやりたいんだって。マジで？だからもう映像も流して、この映像終わったらヒ
ーローショーがあります。マジで超本格的なヒーローショーで新規あります。おそれいいですね。あのだからそこで高橋さんには生歌で演奏する。はい、そうですね、劇中歌のね、2で共演もするわけですからね。言ったら、え、もう決まっちゃったんですかそれ。ちょっと300万したんですよ。決まってないから。まあ確かにね、そう、はい、俺ももう食い気味で出るって言ってしまったんで。いやこれでも本当に、例えばあのね、メビウスの五十嵐さんも出てくれるって言ってますし、北条さんに至ってはもう仮面ライダーブレイドで出てくれるか分かんないけど全員声かけるって言ってくれますし、高橋さんにもこれからもだからもう今度ね、はい、2やるときは、はい、高橋さん の、はい、あの挿入歌で、うん、オープニング映像も作りたいって話してるんで。すごい、あ、いいですね。いや、つらみますね、ということで、はい、なので、ちょっとこれからお笑い場をどうにか盛り上げていくためには、うん、あの、古川さんの力が必要ということで、はい、やっぱり一緒にどうぞ盛り上げていただきたいです。お願いします。はい、ということですね、はい、皆さんもぜひラルフリベンジャーズさんのチャンネル、そしてこちらのチャンネルもご覧ください。そしてお笑い場、お楽しみに。ありがとうございました。ということで、またね。ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。